はいどうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースに関する様々な話題をお送りをしております。今はですね、今シーズンを展望していこうということで、今シーズンの各選手の成績の予想をですね、お話をさせていただいております。で、今はですね、どっちかというと今からレギュラー取りに行こうという、まあ、どっちかっていうと1軍半の選手とか、若手の選手とかですね、新外国人選手とか、そういった選手の予想をですね、していっているところなんですけれども、昨日はですね、昨日は藤浪投手のですね、成績の予想、まあ、期待とか予想とかですね、そういったお話をさせてもらったんですけれども、まあ、もちろんですね、右のエース候補が藤浪投手だったら、左のエース候補は高橋遥人投手ということで、今日はですね、高橋遥人投手の成績を展望していきたいなというふうに思っております。で、まず高橋投手ですけれども、入団が2017年ですよね。2017年のドラフト2位ということで、1軍に初めて出たのが、まあ、プロ、ルーキーイヤーが2018年ということですね。なので、昨年まで3年間、プロで、こう、活躍をしているということで、今シーズンで4年目を迎えるという、そういった選手ですよね。で、1年目からですね、結構いいピッチングをですね、見せておりまして、ですね、1年目でいきなり4月にですね、初勝利を挙げたんですよね。ところがですね、その後、まあ、これはですね、結構いいピッチャー入ってきたなと思ってですね、期待してたんですけれども、その後ですね、後半戦はちょっとですね、怪我かな、不調というか、まあ、コンディション不良なのかな、まあ、少しちょっと一軍からまあ遠ざかるというような、そんな1年目をですね、過ごしたっていう、そんな感じでしたよね。ただまあ、それでもですね、まあ、登板は6試合ということで少なかったんですけれども、結構印象に残って、てましたよね。あ、なんかいいピッチャー来たなみたいな、そんな感じでですね、まあ、左はですね、この時はまあ左は能見投手とかですね、岩貞投手あたりがですね、こう左の先発ローテーションとして活躍をしていたんですけれども、ようやくですね、この左の次のですね、次世代を担う左のエース候補が来たなっていう、そんな感じを、見せてくれましたよね。で、まあ、6試合投げて2勝3敗ということで、1年目の成績ですよね。ただまあ、防御率は 3.63 ということですから、まあまあ、上々かな、みたいな、そんな感じですよね。で、で、期待されてですね。で、2年目、2019年ですよね。1年目にね、そう、いいピッチングを見せて、ただ、後半はちょっとね、怪我で失速してしまって、で、まあまあ2年目、さらに期待をですね、一身に背負って2年目に、臨んだんですけれども、2年目はですね、1年間通じて、まあまあの安定した成績をですね、残してくれまして、19試合登板して、まあ、その先発が18試合ということなんですけれども、まあ、この1試合リリーフっていうのは、そのメッセンジャー投手のですね、引退試合ですよね。メッセンジャー投手が1回だけ投げて、あとはリリーフで繋ぐっていうところで、高橋遥人投手が投げたので、まあ、第2先発みたいな感じですよね。まあ、この試合でちなみにホールドもですね、記録をしていますけれども、まあ、ほぼ1年間ですね、先発でローテーションを守ったというですね、これが、2年目ということになったんですけれども、ただですね、ちょっとまあ、この年はですね、結構そのいいピッチングを見せたんですけれども、こう勝ち負けがですね、3勝9敗ということで、6つ負け越しというですね、こういった感じだったんですよね。ただまあ、ここまでですね、3勝9敗で9敗しながらですね、1年間ずっと投げ続けたっていうのは、それはまあ、いいピッチングをしてたからっていうことですよね。いいピッチングをきっちりやっててくれたからですね、まあ1年間、まあ負けが混んでるけれども、1年間ローテーションで使い続けたっていう、そんな感じですよね。だからこの年もどっちかっていうとですね、来年に期待みたいな、そんな感じですよね。まあ確かにこの年もですね、まあ、僕ら阪神ファン見てても、確かに勝ち星ついてなくて負けがすごい混んでいたけれども、でも、まあ使い続けることに何の異論もなかったしですね、まあ逆にガンガン使い続けて経験を積んでもらいたいっていう、そういった気持ちで見てましたよね。この経験はですね、絶対次の年に生きると、こうね、誰しもが思いながら、まあ、負け込んでてですね、3勝9敗でしたけれども、1年間こう応援を続けたということで、まあまあ、でも、この年はですね、125奪三振ということで、結構ですね、球の切れなんかもですね、1年目よりかは増した感じでですね、その、なんて言うんでしょうね、左ピッチャーでですね、結構ストレートの球速もまあいいんですけど、球質がいいんですよね、その、なんて言うんですかね、まあ綺麗なまっすぐですよね。で、クロスファイア気味に、右バッターのインコースにクロスファイア気味に入ってくるし、左バッターもですね、まあ、きっちり抑えられるということで、やっぱりですね、なんかこう、見てても、まあ素人目に見ててもなんかこう、いいピッチャーになりそうなですね、そんな雰囲気は持ってますよね。持ってましたよね、その2年目の時なんかは特にですね。
で、まあ、奪三振もですね、結構取ってましたし、これはまあ、ゆくゆくはですね、左のエースになるに間違いないというふうにですね、思わせてくれた2年目だったらな、ということで、2年目の2019年にそういった気持ちでですね、いよいよ、これ3年目、昨シーズンですよね。この昨シーズンこそは、いよいよですね、左のこうローテーションピッチャーとしてですね、頭角を表してくる年になるかなと、誰しもが思っていたんですけれども、怪我でですね、キャンプ途中でちょっと怪我してしまって、開幕に間に合わなかったっていう、そんな昨年ですよね。で、途中からですね、まあ、だから序盤ずっと怪我でですね、いなくて、で、途中から上がってきて、で、一軍で投げ始めたらですね、まあ、そこそこの、ピッチングを見せるという、そんな感じだったと思いますね。結局、昨年は先発が12試合に留まったっていう感じですよね。まあ、試合数がね、120試合ということで、まあ、少なかったんですけれども、それでもまあ、先発ローテーションを1年間守り続ければ20試合ぐらいはですね、先発する機会があったと思うんですけれども、まあ、12試合ということで、まあ、大体前半を棒に振った感じですよね。半分ぐらいの出場だったかなというふうに思います。その中で、5勝4敗ということですよね。この、ね、その、高橋遥人投手のね、まあ、いいところというかですね、の特徴としては、大体先発したですね、試合に、かなり高い確率で勝ちか負けかがついてるんですよね。なので結構ですね、先発ピッチャーとしては、長いイニング投げてるだろうし、まあ、勝ち負けをきっちりと責任取れるピッチャーですよね。要するに5回ぐらい投げた後はリリーフに任したっていうですね、そんなタイプのピッチャーだと、なかなかですね、勝ち負けがつかなかったりすることも多いんですけれども、まあ、7回ぐらいまではきっちり投げてくれるということで、結構勝ちか負けかがきっちりとつくという、そんな特徴があると思いますね。なので昨年も12試合先発して5勝4敗ですからね、12試合のうちの9個は勝ち負けがついてるっていう、そんな感じですよね。で、ただまあ、去年はですね、防御率が一気に跳ね上がりましてですね、1年目が 3.63 というね、2年目が 3.78 ということで、防御率が3点台後半だったんですけれども、昨年はですね、2.49 ということで、2点台前半まで持ってきたということですから、防御率1点以上ですね、良くしたんですよね。これは大きいかなというふうに思いますよね。で、実は勝ち負けもですね、初めて勝ち越したんですよね。1年目2勝3敗、2年目が3勝9敗ということで、まあ、好投は見せるけれども、なかなかこう、勝ち越すことはできないっていう感じだったんですけども、昨年は試合数少ないながらも5勝4敗で勝ち越してますから、この辺がですね、まあ、一つこの成長が見えるポイントかなというふうに思うんですよね。なので、確実にですね、まあ、そのなかなかね、その1年間通じてローテーションを守ったっていうですね、そういった経験があんまりないので、ね、さっき言ったように1年目は後半ダメで、2年目はほぼ1年間ね、まあまあローテーション守ってくれましたけれども、3年目の昨年は前半がダメだったということで、いや、まずはやはりですね、1年間ローテーションを守るというところが第一目標になってくるのかなっていうふうに思います。で、やっぱり1年間ね、ローテーションピッチャー をね、こうやるっていうのはやっぱ難しいんでしょうね。なかなかね、その、やったことある人じゃないとわからないと思うんですけれども、まあ想像でしかね、もの喋れませんけれども、やっぱり、プロのですね、素晴らしい素質と才能と経験を持った人がいっぱいいる中で、やっぱり1年間ローテーションを守りきれるピッチャーって一握りですから、やっぱりそれだけ難しいんだろうなというふうに思うんですよね。阪神でももうね、安定して任せられるって西投手ぐらいですもんね。まあ、秋山投手、青柳投手はね、まだどうなるかわからないっていう感じですから、やっぱり難しいのかなというふうに思いますけれども、やっぱりそういうことがね、可能なピッチャーだと思いますので、ぜひとも1年間は、1年間ローテーションを守って、規定投球回数をまずは目標にしてほしいなというふうに思います。規定投球回数っていうのは、イコール試合数ですから、今シーズンは143試合ということで、発表されてますので、最終規定投球回っていうのは143イニングということになりますから、2年目のですね、1年間投げたですね、年は109イニングですからね、やっぱりもうちょっと試合数も増やさないといけないし、イニング数もですね、もうちょっと増やさないと、この規定投球回っていうところには到達してこないと思いますから、まずはここを目標にしてほしいなというふうに思っております。はい。で、で、規定投球回に達した上でですね、防御率はやっぱ2点台っていうところですよね。昨年はね、半分ぐらいしか投げてませんから、これをですね、1年間続けてるとやっぱりね、疲れが出る時期もあるだろうし、調子悪い時期もあるだろうし、その中でやっぱり防御率を良くしていくっていうのは難しいのかなと思いますから、やっぱりね、超えなきゃいけないハードルはいくつもあるのかなって思いますけれども、この辺はですね、ぜひとも今シーズンの高橋投手にはぜひ期待したいところですよね。なので、まず目標としては、だから先発試合数がですね、25ぐらいはやっぱり行ってほしいんですよね。ですね、まあ、何番手ぐらい、先発ローテーション何番手に入ってくるかっていうのはちょっとわかりませんけれども、まあ、
当然表ローテっていうのは西投手とかになってくると思うんですね。西秋山、それから新外国人のアルカンタラとかですね、この辺がまあ比較的ですね安定したピッチングを見せてくれることになりそうですから、わかりませんけどね、まあこれ今からキャンプ見てオープン戦見て決めるんですけれども、でアルカンタラ投手が間に合うかどうかっていうのもねまだわかりませんね。チェンアルカンタラっていうあたりが間に合うかどうかわかりませんから、この辺まだ未知数ですけれども、まあ、昨シーズンのですね、成績を元に予想するとですね、西秋山青柳といったこのあたりがですね安定して表ローテをこう担ってくれることになるでしょうから、高橋遥人投手まあ4番手5番手ぐらいになるのかなっていう感じですよね。ってなってきたらですね、まあ、1年間、まあ、ローテーション守ると大体25試合ぐらいということになってくると思うので、まあ、表ローテでね、1番手、2番手でバンバン投げたらですね、中5日とかですね、場合によっては中4日とかでガンガン投げると、まあ、30試合前後、30試合弱ぐらいになると思うんですけれども、まあまあ、4番手、5番手で中6日でですね、行くと、まあまあ、20試合から25試合ということになりますから、まあ、23、4ぐらいですかね。まあ、25試合前後ぐらいは、まあ、先発してもらって、で、規定投球回にまずは達すると。初の規定投球回を目指してほしいなと。ここがまず、高橋遥人投手に期待することですよね。まあ、そうなってからですよね、勝ち負けの予想っていうのはですね、まずは1年間ローテーションを守る、今までやったことないわけですからね、まずは1年間ローテーションを守って規定投球回に達すると。それがですね、今シーズン最大のポイントですよね。高橋投手にですね、ご期待する最大のポイントはそこかなというふうに思います。はい。で、まあ、あとはですね、その、まあ、抑え方とかは、まあ、だんだんとですね、経験積んでいく上、うちに分かってくると思うんですよね。高橋投手の持ち球っていうのはですね、まず最大の特徴はストレートですよね。さっきも言いましたように、質のいいストレートですよね。まっすぐズバーンと行くストレートがあってですね、そのストレートに伸びがあるから、チェンジアップとかですね、それから、スライダーですかね。これが効いてくるっていう、そういうタイプのですね、左ピッチャーということですよね。で、昨シーズンなんかもですね、ちょっと途中すごい偉いですね、こう、球速が遅くなったなーっていう試合あったんですけども、で、なんか調子悪いのかなーとか、まあ、もしくはあえて球速を抑えてんのかなとか、まあ、その辺でちょっとわからなかったんですけれども、で、普段やったら150弱ぐらい出るですね、ストレートが、140そこそこしか出なくなった試合もあったんですが、そういう時はですね、結構うまいことを、まあ、抑えてたような気がします。チェンジアップとかカーブをね、うまく使いながら、特にカーブのですね、使い方が、昨年はですね、ちょっとまあまあ混ざってきたかな、みたいな。カーブがうまいこと効果的に使えることによって、その球速を抑え気味のストレートでも抑えていけるようになったかな、っていうことで、まあ、一つ去年でですね、掴んだポイントがいくつかあったと思うんですね。僕も試合見てて、いくつか、あ、なるほど、これはなんか新しい、何か掴んだな、みたいなですね。そんな試合もありましたから、で、プロ入り初完投もですね、昨年1個上げてますから、こういったのをですね、まあ足がかりにして、まあ完投とか完封も増えていくと思いますのでね、この辺はまあうまいこと、これはね、まあキャッチャーとの共同作業ですから、まあ高橋投手一人ということではないんですけれども、まあ梅野捕手とかですね、坂本捕手がうまいことですね、リードをしてあげてほしいなというふうに思います。特にですね、カーブをですね、有効に使う、その完投したですね、試合もうまくカーブ使ってましたよね。なのでそのカーブをうまく使うっていうのがですね、まあ一つポイントになってくるかなというふうに思います。そうするとですね、もう少しこう、なんて言うんでしょうかね。まあ無理なく長いイニングをですね、投げれるかなと。だから初回からですね、まっすぐ全力投げ込んでいけるところまで行きますっていうですね、まあそういったピッチングをやってるとやっぱり疲れも出てくるでしょうし、球威が落ちてきたら打たれてしまいますから。ね、そうじゃなくて、やっぱりですね、こう、緩急つけるっていうのとですね、それからまあ、もうちょっとですね、気持ちをですね、こう、なんていうのか、闘争心を前面に出してほしいんですよね。で、ちょっとね、高橋投手ね、ヒーローインタビューなんか聞いててもわかりますけども、ちょっと気持ちが優しいところがありましてですね、まあ、ちょっとこう、攻める気持ちっていうのはもうちょっと欲しいなっていうふうに思いますよね。ちょっとね、数字にも表れてるんですけど、デッドボールをですね、ほとんど与えてないんですよね。まあ、別にそのぶつけたらええということではないですよ。ぶつけろっていうことではないんですけれども、やっぱりですね、勝っていけるピッチャー、勝ち星をですね、たくさん積み上げていくピッチャーっていうのはですね、結構ですね、デッドボールを与えてる数もですね、一定数あるわけですよね。やっぱそんだけインコースの厳しいところに行かないかん場面は、やっぱり出てくるわけで、それこそですね、今、エース級の菅野投手とか西投手なんかも、あんだけね、制球力のいいピッチャーですよね。当然、制球力悪かったら、あのに勝てませんから、当然コントロールのいいピッチャーなんですけれども、デッドボールをたくさん与えております。これはですね、やっぱりインコース攻め、場合によってはですね、ちょっとのけぞらすぐらいのですね、足一歩引かすぐらいのところに、やっぱ投げないと抑えていけないっていうところから、だからですよね。なので、まあ当然バッターもですね、踏み込んで打ってくるわけですから、そういった攻めぎ合いの中で、場合によっては当たってしまうこともあるというですね、逆にでもそういったところの球も使っていかないと勝てないっていうことなんですよね。
なので、高橋遥人投手ですね、デッドボール実はプロ入り1個しか与えてないんですよね。この辺がですね、ちょっと、もうちょっとですね、厳しいところを攻めると。別にそのデッドボールの数を増やせばいいということではなくてですよ。その、もうちょっとですね、厳しいところを攻めるっていう姿勢をですね、闘争心ですよね。こういったところが、一つポイントになってくるのかなっていうふうに思いますよね。例えば、対右バッターだったらですね、クロスファイヤーのですね、当然、インコースにですね、投げ込むボールをもっと厳しいところに投げ込まなければいけない必要もあるでしょうし、あとはその、カットボールですよね。右バッターのインコースに食い込んでくるカットボールですね。これも厳しいところにですね、投げることによって外角のですね、チェンジアップなんかが生きてくるというふうに思いますから、この辺をですね、もっと意識をしながらですね、行ってほしい。で、対左にはですね、インコースのシュート系のボールをですね、うまく使えばですね、もう少し無理なく抑えられるのかなというふうに思いますよね。左バッター相手にはですね、ストレートとスライダーのですね、コンビネーションが中心になって今抑えてるんですけれども、だから外角ですよね。左バッターの外角のですね、ストレートと、それから外角のスライダーというところを中心に抑えていってるんですけど、ここにですね、インコースの、ツーシームも持ってますから、これをですね、インコースにズバズバ投げ込んでいけるようなピッチングができればですね、相手は踏み込んでこれなくなりますから、余計ですね、外のスライダーが遠く感じるということで、よりですね、確率高く抑えられると思うんですよね。でもそのためにはやっぱり気持ち大事ですよね。インコースにツーシーム投げるっていうのはですね、一歩間違ったら当然デッドボールの危険性もあるわけですが、それを怖がっていたら次のステージにはいけないと思いますから、高橋遥人投手がもう一歩ですね、皮向けて、一皮向けてですね、一段階上のピッチャーになるには、そういったところの気持ちですよね。インコースにきっちり投げられるっていう、そういった、強い気持ちっていうのが、一つ、ですね、大事になってくるかなというふうに思いますから、その辺をですね、今シーズンは期待をしながら見ていきたいなというふうに思います。なので、予想というかですね、そのデッドボールを、先も言いましたけど、デッドボールの数を増やせばいいということじゃないんですけれども、やっぱりですね、結果的に年間3とか4とか5とかぐらいのですね、デッドボールの数っていうのは、出てきても、おかしくはないのかなっていうふうに思いますよね。プロのですね、ピッチャーとして相手を抑えていこうと思えばですよね。なので、そういったところも少しですね、注意しながら見ていきたいなというふうに思っております。で、まだね、勝ち星こんだけを予想とか、そんな段階ではないですね、ピッチャーとしては。そのね、ピッチング内容がいいし、期待が高いだけにですね、やっぱり、ファンの心理としては2桁勝ってほしいというふうに、ね、やっぱなっちゃうんですけども、今までの実績考えると、まだまだそういうですね、段階ではありませんよね。1年間通してですね、ローテーション守ったことがほとんどないわけですから、まずは1年間通じてローテーション守るということが今シーズンの目標ということで、だから期待を込めた予想としては、先発25試合ということでね、それから投球回が143回以上、150回ぐらいですかね、規定投球回に達してほしいという、ここをですね、目標にしてほしいかなって、防御率があとは2点台ということで、本当は2点台前半と言いたいところなんですけれども、なかなかね、難しいでしょうから、防御率はなんとか2点台に抑えてほしいなというふうに思っております。はい。とりあえずですね、高橋遥人投手の、予想としてはそういったところになるかなというふうに思います。あれですけどね、本当はね、気持ち的には2桁勝ってほしいんですよ。10勝7敗ぐらいね、上げてほしいんですけれども、まだちょっとね、そういうところは期待しすぎかなと思いますので、とりあえずは規定投球回ということで、とりあえずはね、負け越してもいいから、1年間ですね、ローテーションを守ってほしいなというふうに思っております。はい。ということでですね、今日は高橋遥人投手のですね、今シーズンの予想といいますか、願いですよね。願望というか期待をですね、お話をさせていただきました。はい。まだ25歳ですからね、これからどんどん伸びていくと思いますので、期待して応援しましょうということで、今日はですね、このあたりにしたいというふうに思います。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。